おちょんちゃん、はいはいはい岡田監督さ、インタビュー答えてくれへんかったらしいから、どうぞ我が家の岡田監督なんでやねん、インタビューするわ。おお、何よ岡田監督、今日は大事な一戦負けましたね。まあもうね、まあ、両方ピッチャーね良かったからね、なかなか点取られへんかったよ。今日の残念ポイントはどこでしょう、一番の。いやいや、残念ポイントというかね、ほらチャンスもほとんどこれ作れてへんよ。お前大山があれ6回か、ツーアウトな、ツーベース打ったけどな、もうあそこだけやろ。まあけど ああいう場面でな、結局お前ちゃんとな点取られへんいうところが、まあ、まあ結局最後な響いたよな。まあチャンスの少なかった中で良かったなと思ったポイントありますか。まあいいところ、まあピッチャーな、まあ先発高橋はな、まああのあそこまではなしっかり投げてくれたしな、まあまあ坂本にまあ打たれてね、もう変えようってなったけど、まあまああの1年通じてやけどね、もうまあ先発というか、まあ高橋は戻ってきてからお前もう仕事してくれるしね、もう中継ぎに関してもまあ最低な石井も踏ん張ったからな、もうあれ以上のまあ1点でな抑えといたら、まあまだあとな攻撃3回あったから、まあ十分可能性ある思っとったけどな。相手も良かったですね。まあそらお前な、春の南海から言うてたやんかな、お前巨人お前90周年や言うてな、お前補強もしてお前やっぱ新しい監督になってお前力入れてな来る言うて、まあ言うてたやんか。まあもう言うてる通りよ。まあもう一歩言うとこでな、まあまだ試合あるしね、まだまだ優勝の可能性はありますので、まあそらお前な最後までそら戦うだけですよ。もう一個一個かね、勝てる試合ね拾っていくだけですよ。また、金曜日試合楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。言ってくぐらいちゃういやいや、そんなんでしょうよ、そんな感じやろね。もう そこしかないでしょ。もう岡田監督が語るって多分こんなんやから、皆さんあの こんなんが皆さん今日ね、まあ、あの負けましたけど、まあ、こんな取材聞いてたら多分こんなんだったと思いますんで、皆さんあのなんかちょっと聞いてすっきりした気分になってもらえたらと思います。まあ2024年9月の23日僕が応援して40年かな、一番勝ってもらわなあかん試合だったんですけど、負けましたけど、まあもう昨日の展開を丸写しタイガースがやっちゃったという感じで、まあもうなんだろう、やっぱりね泥臭い野球をもうせなあかんかったんちゃいます。もう今日のこのなんやろ受け身の野球、これ6月にやってたあのもうピッチャーが踏ん張って1点だけ取れたら勝てるっていう時と同じ野球しましたよ。僕はあの今日の試合は後半の阪神タイガースね、繋がって点を取る野球、1回の裏だけそれをできたのは、まあ、あと全然でしたね。佐藤君も新塁打は打ってよ頼むわ。あと坂本に膝つかせるようなスライダー梅ちゃん投げさせてよ。もう終わり、以上ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね